どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX、 続きをやっていきたいと思います。おはよう兄者、昨日はよく眠れた。さあ今日から救助活動再開だ。バッサバッサ、懐かしいね、このくだりやってなかったもん。スコンブ、今日は何味かな。まあスコンブなんだけどね。早速ベリッパーも手紙を運んできてくれたし、頑張っていこうねワニじゃ。ありがとう、結構本当にありがとな。ベリッパーの手紙、Yo amigo、 よかった来てくれたな。また手紙が運べるじゃねえか、嬉しいぜ。アンコンチクショー、俺この日が来るまで顎を広くして待ってたんだぜ。これからも手紙運びまくるからな、覚悟しとけよ兄弟。さすらいの郵便屋さん、ベリッパーより。ありがとう。何のプレゼント？本気チケットだ。あ、すごい鬼ドリルじゃん。あれ、もう受けた数がやばいな。よいしょ、やっと帰ってこれた。おお、何したんだい。息子よはどうだ、海は広いだろう。うん、パパ。え、パパ。パパ泳ぎ。このくだりやったな。よし。地位あるね。もう限界です。ダメだ。意識が、誰か助けて。防御スカーフ。よいしょ。確かにあそこ難しいんだよな、寒いし。20階まであるもんな。炎の山先に行くか。ほい。で、そう、ビードルを育てたいんですよ。ビードルで行きたいんですね。道具を持たせる。活躍まだ幸せリボンになっちゃってるから。あ、荷物も大変だ。ちょっと一回。預ける。そんなね、結構拾うからね。一つ持って、オッケー。道具を引き出す。無個性、まじない、組み合わせ。お金は入れておこう。さあ行くぞ。出発。ビードルじゃなくて名前変えないとね。もういいよ、スピアーにしようぜ。未来はスピアーになることだから、将来はな。めちゃくちゃ俺相性悪いとこ来ちゃったんじゃないこれ。ほら、たたたたたたたーん、レベルアップ、レベルアップですよ。作戦会議、ここは任せた。強い。ワニジャ無双が始まるな。ルビー仲間にしたいね。技が少ねえな。ちょっと、光合成で回復できんのすごい。った、やばいやばいやばい。やめて、光合成強っ。
嘘き、嘘っき仲間にしたい。仲間ならねえかな。嘘っき、はい。依頼達成。やっぱりでかいんだね、嘘っき。救助隊バッジをかざした不思議な力授け。まだ出ませんよ。糸を吐く。毒針。おいちょ。毒たぞ。ほら。毒針。やめてあげて。そのまま眠気誘われるわけね。出た。あ、4回いっぱい落ちてる。強い。糸を吐く。あ、痛い。ちょっと待て。ワニじゃ。そういう感じになる。水鉄砲。届いてねえわ。よしよしよし。日差しが強い。モック、やってくれたな。ほら、あはぁ、防御を上げたところでよ、僕は罰運なのよ。いやー、このコンボ強いな。よいしょよいしょ。あらよっと。向こうにボスいるな。来たぞ。バリルリじゃねえか。散ってるけど強いっかな。なんかアイテム持ってたか。違う。そんなにだね。ゴローンの石投げるかぐらいだな。これはまずどうよ。救急か。噛み砕け。はい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 。いいダメージですね。いくぜ。さあ暴れろ。ジタバタ外れた。あっぶね。もっかい。ほらジタバタ。あはー、倒したぜ。ういあーあー、邪魔をするんじゃねえ。あれと、いたぞ。普通に倒れてるだけか。ファイヤー。水鉄砲だけどね。いた。クリティカル。こっちは頼むわ。めっちゃ回復してんじゃん。ほら
ビートルがやばい。届かねえもん。さよなら。うち復活のため。トゥ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 、そっち。やばいやばいやばい、やめなさい。もうほら2階。はい、おマグマック噴火口キャンプか。とりあえず一緒に行こうぜ。半分残す。グラエナ起きた。20密集陣形、野生の草原キャンプ。何スゴ技密集陣形。マグニチュードなどの範囲の広い攻撃を受けた時に近くに仲間がたくさんいるダメージが減るぞ。スゴ技はチーム全員に効く。ほら2倍速。だが君のターンはもう来ないのさ。焼けたね、種がね。ほら、ナイスヒノコ。ぐる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 、よし、いた、了解。くれてきたよ。依頼達成。さあ、授け達成しまーす。はーい、アニジャは炎の山の依頼を見事に成功させた。本気チケット虹色組ありがとう。仲間にしよう。大丈夫だ。どういたしまして、ありがとう。ブロムヘキシン、イエーイ。ランクアップ。ノーマルからブロンズランク。お、めっちゃ受けられるようになったな。 PP マックス、 PP ガツン、本気チケットです。さらに嘘八の石像。何それ。嘘八がフライトダンジョンに現れるかも。さっき助けてくれてありがとう。これはお礼です。さっき味方にならない。なんか今日はよく頑張ったね。一文字書いて休もうね。じゃあまた明日。次の技。はーい、ということで今回はここまで。いやー、やっぱね、ゲットしたいというか仲間にしたいポケモンがいるとね、どうしようかなって感じだね。まあでもランクも上がって、どんどんランクも上げていきたいと思います。次回もお楽しみに。ほんじゃ、またな。